はい、お待たせしました、陣内です。ウォッチドックス続きをプレイしていきたいと思います。いやー、しばらく放置していた隙にどうもね、オンラインハッキングをされていたらしく、なんか負けた形跡がありましたけど恐ろしい。油断ならないですね。希望とは悲しいもの、どういうことだ。アップルパイにそうだ。この町の魅力はまやかしだ。住人は皆都会に背を向け、隠れるように暮らしている。昔よくジャクソンとレナを連れて釣りに来た。一匹も釣れたことはないが、あいつらは気にしなかった。ここには最高の思い出がある。最悪の思い出も。ここに来ようとしたときにレナは事故に遭ったってことなのかな。レイモンドの最後の信号はこのマリーナから。期待するのは甘いだろうが、手がかりにはない。なるほど。その前に、なんだこの音楽は。よし、いただいた。ハッキングするぞ。侵入探知、まずいな。パスワード変更。マネージャーへ通知。くそ、らしくないぞ。気を引き締めろ。よし、誰かがコードを手に入れたはずだ。ん？この中の誰かが怪しいわけか。口座を吸い出すぜ。いた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 。これ以上持てない。システムキーか。親愛なる友人たち。まあよくわからんけど、どこかにいるはずだ。移動してるやつか。固定っていうか、動いてないやつが怪しいのか。いたいたいた、一人いた。来た。よし。エイデン喜びすぎだろ。それで、よし、コンピューターにまたアクセスすればいいのか。信号は CTOS センターを経由していた。引退したわけじゃないらしい。ポーニーを選んだ理由も説明がつく。ブルームに張り付いているのだろう。よくわからないけど、ほら、やっと。よし、じゃあ CTOS センターを目指そう。ここか。かっこいいバイクでしょこれ。音が最高だよね、ウォッチドックスゲームの。その車とかバイクとかの音が。よし、おっと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 。いい、バイクやっぱ運転が難しいね。綺麗だな、雰囲気がいいね。パラボラ今は使われていない CTOS 基地か。ほう、まだ電力が。ケニーはこれを利用したのか。利用しない手はないな。さて、まずカメラ、リフト。これ今使うやつじゃねえな。カメラ、
まずこれをなんとかしてドアを開けないとな。ここからどうしようもないな。が、こういう風に言ってて、それがどこ行ってるか分かんないんだよね。お、来た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 。あー、やっと。そんな単純だったのね。はいはいはい。よし、侵入したぜ。アンテナ。あ、全部動くのか。とりあえず地下に入ろう。お邪魔します。あー、すっげー綺麗。雰囲気も最高。なるほど。これは先にこれ侵入しなきゃダメだ。こんな感じか。あっち側なんだけど、まずここを開けておこう。そうすると多分ね、別のルートが。あ、てかこの室内最高だ。雰囲気が。どっかから行けるんじゃないかな。今アンテナを動かしたから、あ、そうだね、いけるいける、多分いけるわ。こっからまずアンテナを動かす。おおおお、なるほどね。ああ、これを解除しなきゃいけない。向こう側だな。オーケー。ここにも変な入り口があるな。まあいい。あそこのやつがこう伸びてて、この上に行ってたけど、あー、多分この裏とかにあるんじゃないの。難しいな、このパズルは。で、あのリフトに乗って、てかまあこれをこうやってあそこに降りて、あの地下から潜入を続けるっていう多分イメージなんだけど。お、来た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 。よし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 。これであそこに行けるから。ここにカメラがあるのも怪しいな。気のせいか。あ、やべ。あ、やべ。やっちまったな。戻ってきてくれ。OK。あさくりみたいにね、スイスイ登れたら早いんだけど、話が。OK。さーて。これで反対側に行けるから、よし、 OK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 。 はい、
このリフトに乗って OK。 よし、潜入の時間だ。ここをさっき解除したんじゃない？あったあった。爆破していいのかな、あれ。爆破するといろいろシステムが壊れて侵入できるとか、そういう感じ。ああ、すげえいい雰囲気。お、音声ログがある。アースオトモ、陰謀論が大好きな奴の夢の中にいる気分だ。正直こんなに最高な場所は他にない。本当にすげえ。俺の新しい仕事はラッシュモアの頭の中に入ることだ。そうさ、必要だった予算が手に入ったから、次は新たな挑戦ってわけだ。誰が金を出してるのか知らないが、今度は市長自身に干渉する。探知からチームでアイデアを出し合う予定なんだがすごいことをいくつか思いついちまった。興奮してるようだな、随分。これはなんだ。ベルウェザーコードに関する件に何とか洗脳ゲーム、何年かんぬ。よし、大爆発を起こそうじゃないか。それ以外に手がない。おおおおおい、やばいな。急いだ方がいいかも。よし、あれ、それでここさっき見つけたあそこじゃないか。そもそもあれはどこだ何か俺通り過ぎちまったな。さては、あ、これでここに入れるようになったから、よし。オーケー、これで。シレデビア、始めるぞ。これから、お前にピンを飛ばす。そっちに届いたら、大成功だ。大丈夫か？どこにいる？古い CTOS センターだ。ジェディディアはポーニーで最高にして唯一の酒場、ジェディディアズバーのオーナーだ。シラフの人間がいてくれるといいが。オーケー。今の通話の相手がレイモンド・ケニー？あの声はちょっと聞き覚えがあるんだかな。お、すぐ近いな。よいしょっと。あれルートがめちゃくちゃやばい。バイクが煙を吹いてるよ。そろそろ引退か、こいつも。アルコールアレルギー。そう、このゲームはね、ゴミ袋がすごく綺麗なんだよ。街角とか裏の路地にある休暇を取っている。悪いな、2000ドルもいただいちゃって。綺麗だな、ここが酒場か。お酒のゲームができるぞ。後で実力者の本でも出すつもりなんだろう。買い物。飲めるな。
時間を無駄にしないでくれ。ちゃんと注文しただろ。こいつが邪魔で全然見えてねえけど。このね、お、終わったな。飲みのゲームも面白いんだけどね。あ、来たーこいつ。レイモンド・ケニーはいるか。どうしても会いたいんだ。聞いたことないな。希望とは悲しいものだ。何を飲んでる。払ってくれ。100ドル現金で。損害保証金だ。そうか、現金は持ち合わせていない。付けにしとくぞ。それでレイモンド・ケニーについてだ。まずは乾杯だろう。な、トラブルはごめんだぞ。気にするな。気難しくてな、芸術家は嫌いなんだ。芸術家だと。ただの酔っ払いだろ。飲め。おい、お前さん、目立ってるぞ。干してあるばあちゃんの下着ぐらい。お、やっぱりこれはあの飲みのゲームか。え、何？ちょっと待って。あ、これは難しいぞ。これだんだん難しくなるだろう。俺も違う。ぼっち飲みは好きだ。さて、どんどん難しくなるだろう、これ。うわ。これジグザグに行く人と縦行く派で分かれるかもね。こいつが誰か俺は知ってる。なぜならトレーラー映像に散々出てきたからな。え、何これ。よいしょよいしょよいしょ。お酒バトルもね、結構面白いんだけどね。ミニゲームでそのうち紹介してもいいかも。は？え？やばい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 。土曜は勘弁するよ。土曜はいつの間にか過ぎちまう。そうだな、土曜はあっという間だよな。日曜もそうだけど、土曜ほどあっという間ない日はないよな。誰を探してるって。レイモンド・ケニー。弁償しろよ、ティボン。わかってる。100ドルはお前が払えよ。いや、レイモンド、声がでけえんだよ。なんてこったい。大丈夫なのか、ライデンじゃねえや、イーデン。そう、あいつはティーボーンですね。トレーラー映像とか散々出てきたので、分かった人もいるかと思いますけど。さて、これからどうなる？
った自己紹介だな。いいか、よく聞け。警告だ。てめえが来ると居場所がグリッドに乗るんだよ。ある情報を持ってる。それがどうした？困ってるんだ。解読できなくてな。だから大元に来た。くそ。もうグリッドに乗ってんのか。俺たちは慎重に。俺たち？理由を話せ。あれを見る限り協力したくない。俺の暗殺が指示されて、メイが命を落とした。ファイルの中身が何であれ手がかりになる。協力なしでも犯人は見つける。協力があれば助かるが。取引しないが。俺が好きでいたと思うのか、こんなところに。あのバカどもに抹殺されてから機会を伺っていた。必要なのは奴らのネットワークにスパイウェアをセットしてくれるやつだ。簡単ならとっくにやってるだろうな。多少難しいくらいならとっくの昔にやってる。奴らに近づいただけで警報が鳴るようになってんだよ。生体情報が登録されてる。頭に埋め込まれた装置がセキュリティに信号を送るんだ。それは手を貸そう。だが終わったら一緒にシカゴに来てもらう。もう決まりか。ついてこい。オーケー、ついていく。いいところだ。見る目があるな、芸術の。あれは仕掛け爆弾だ。これに気づかないようなやつは注意が足りないってことだ。発見されたってことは他のやつらに見つかるのも時間の問題かもな。よし、始めるぞ。ここでの時間は限られてる。さっさと片付けられなければ。ことの深刻さを理解してねえみたいだが、シカゴで使われてるのは人を探すためにあるようなソフトウェアだ。CTOS の思考パターンはよく知ってる。俺が生みの親だからな。CTOS は今でもパパの写真を肌身離さず持ってるとでも思え。システムから俺の生体認証を消さないとシカゴでお前の役には立てないぞ。ここにある俺の芸術作品だが、お前がヘマしたらきっと役に立ってくれるぜ。来い、見せてやろう。何をだ。案内してくれ。いいか。いいよ、早く来てくれ。気をつけろ。なんだ、何が。あ、おい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 。やべ、間違えた。地面が揺れたよ。シャキッとするな。やってみろ。こいつ頭おかしいんじゃねえの。ハッキング。大したもんだろ。腕が吹き飛ばされたら金属で作ってやるよ。心強い信頼性だな。なんだよ、いじけてんのか。俺はお前の引き立て役か。勘違いすんなよ。これは取引だ。互いに助け合うっていう。大事な点を勘違いしてる。俺はバーで過去の栄光を逆にしてる哀れな酔っ払いを見つけただけだ。これは取引じゃない。お前のチャンスだ。気に入った。だからってな、お友達じゃねえぞ。まず必要なのはブルームのハードウェアだ。しばらく引退してたからな。スキャナーがどう動くか確かめなきゃだな。ブルームに侵入すればいいのか。まだいい。ハードウェアは別のやつがすでに入手した。ブラックマーケットで高く売れるからな。連中は俺がスカウトした住所時の権利の熱烈な支持者とだけ言っておこう。念のために俺のライフル一つ持ってけ。必要になる。ガソリンスタンドに。ライフルなら俺のが持って。傭兵どもに取られたものがある。なんだ、ガソリンか。俺のトラックを奪ってこい。
了解。さて、車ちょっと貸してほしいな。ペラペラ喋るから俺が喋る隙もねえ。町の真ん中で不機嫌なサイバーテロリストと友達になるのは難しそうだ。だが味方につけねば。データの件以外にもダミアンへの対抗策として利用できる。取引が終わるまではな。オッケー。よいしょ。ガソリンスタンドならさっきちょっと見たことがあるんだ。結構警戒エリアになってるぞ。ずいぶんにぎわっている。簡単にはいかないってわけか。もっとよく見てみよう。まずいな。あの鉄塔のあたりもなんか見張りがいるな。まずあの鉄塔の見張りを排除しよう。これ登れねえか。くそ、登りたい登りたい登りたい。ダメか。あいつだ。オッケー。やべ、警戒されてる警戒されてる。銃声が聞こえたんだろうな。反対側から乗り込もう。ここから乗り込めるんじゃないか。難しいぞ、なかなか。That's impossible. This shit's supposed to have five fail-safe redundancies. Everyone check your. 無事に済んでよかったじゃないか。見たか今のクイックショット。やばいやばい。What the? Oh, fuck me. あ、ギリギリ回避したか。お前、味方がやられたぞ、今ので。さて。肝心のトラックはこっち側だな。あれだ。あれさえ手に入れば別に最悪。待て待て待て。この上に見張りがいるんだよ。この上にはどうやって上がるんだ。あったあった。よし。見張りは退治した。あいつがこっち側に来るなら話は早いんだけど。一人は眠らせた。あぶね。やっぱサブマシンガンだとあれか。オーケー、あと一人。あとお前だけだぞ。怖いだろう。ふっはっは。What am I seeing over there?お前以外全員死んだんだぜ。怖いだろ。ホラー映画だろ、まるで。寝てろ。
あいつらはどこだ。やべ、下を送ろう。状況を把握しないとか。Force him off the road。やべ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 。これより遅いトラックはないな。冗談だろ、マジで手に入れたのか。Ram the fucker。手に入れた。やばい、追跡されてる。追跡されてる。これからどうするんだ。何、今のはどういう意味だ。本当に取り返せると思ってなかった。トラックが欲しいならもっと大事なことを言え。分かってる。俺の彫刻のそばまで来い。ちょっとした芸術鑑賞でもしようぜ。彫刻、さっきの場所だな。ここだ。やばい、あ、ごめんね。よかったじゃないか、死なずに済んで。ほらやった。遅え、このトラック。いた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 。うおい、俺も吹っ飛んだわい。この野郎、この野郎邪魔だ。こいつらも調子狂うだろうな、あまりにもスピードが遅くて。ああ静かだ。どけ。くえ、こんなルートしかないのか。よいしょ。いいね、この田舎道の雰囲気が意外といいんだよな。道が細い。邪魔だ、やばい、押すな。近くまで来たぞ。彫刻の近くへおびき出せ。爆弾を使う。恐ろしいやつ。うえい、あいつは、こいつはどうすんの、こいつはどうすんの。残念だが、お前には死んでもらうぞ。やばい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 。ショットガンのやつがもう一人いたか。ちょっと待って。よし、危ない、危なかった。よし、これでどうだ。彫刻ってどれだ。あれか、あれが彫刻か。一般人がいるじゃねえか、普通に。警察は依然、20歳の女性ミシェル・ストラウスの捜索を続けていますが、すでに死亡している可能性が高いと見ています。ミシェル・ストラウス、何？何？それ前、エイデンが潜入した店のあれじゃないか？手を血に浸してちょっとした美術展をやる、イカれた獣の目。俺に出くわさないよう祈っとけ。バンカーが騒がしくなってる。何の話だ？オンラインの話よ。気づいたのがいるけど、ほとんどは素人みたい。心配しないで、手出しはさせないから。何度か探られてたみたいね。探られてた？どういうこと？一人だけよ、心配なのは。名前はデフォルト。腕は確か。監視しとく。何かあったら知らせてくれ。頼んだぞ。さーて、乗れないんだけど。トラックを置いてきた。おいおい、これ本当にうまくいくかもな。よし、今度はブルーム本部へのアクセス権限がいる。お前ヘリコプターを追っかけたことあるが、例え話じゃなくて本当にだ。追われたことならあるが、何の関係がある。聞いただけだ。じゃあな。なんだ、次はヘリコプターと追っかけっこってか。さて、そうですね、もう時間が大幅に過ぎているので、今回ここで終わりたいと思います。
よいしょ。ということでご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみに。